トゥーフーズは 100% プラントベースフードのブランドになりまして、コンセプトにヘルシージャンクフード、プラントベースがもともと持ってるそのヘルシーさですとかエシカルっていう要素に加えてですね、そのジャンクフードのやみつきになるような美味しさっていうものを付加したコンセプトになってます。我々としてはですね、いろんなそのプラントベースのに興味がない方も含めて食していただきたいというふうに思ってます。キーが一番それが低いのがスイーツだと思ってまして、銀座という街柄もあるんですけど、フラッと入っていただいて我々のスイーツを食してプラントベースを知るって、そういう状況が起きたらいいなというふうに思ってます。日本でもですね、いろんな商品が出ておりまして、プラントベースフードってもともとはそのビーガンのものみたいなことって思われる方もいらっしゃったんですけど、そのフレキシタリアンって最近言葉があるんですけど、動物性のものを少しだけ減らそうですとか、そういった食のスタイルっていうのが非常に増えてきたのかなというふうに思っています。